今日も朝のルーティーン、香りのバラカットから始めていきましょう。にゃっぱり、いい香りだな、もし、ダジャイモン。そうですな、にゃんこ先生。はい。おはようございますとことんとこいとうとアシスタントのくーちゃんです。今ので分かった方は相当の田舎っぺ大将好き。今日は8月の2日日曜日です。はい、もう愛知県もとうとう梅雨明けしましたよ。長い梅雨でした。本当にもうバラにとっては過酷な長梅雨の年でしたね。皆さん、なんとかバラたちこうしてまだまだ頑張って咲いてくれてますので、本日はこちらの香りのバラのカットの様子と、はい、いつものバラの病害虫退治ですね。いつものルーティーンの方をやっていこうと思いますよ。はい、それですので本日も最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはじめにこちらですね、エデュアールマネ、綺麗に咲いてくれてますよ。はい、こちらエデュアールマネデルバールのバラですね。いかがでしょうか。とっても綺麗です。次に、はい、同じくこちらもデルバールのバラですよ。デルバールのナエマ、ナエマも綺麗に咲いてくれております。本日いかがでしょう。はい、そしてこちらですね、京成バラ園さんのクリスティアーナ、今日も綺麗に咲いてくれております。はい、いいですね。とっても青空に映えますね。はい、そして今日はこちらですね、川本バラ園さんのセラフィム、綺麗に咲いてくれております。本当に綺麗に咲いてくれておりますね。こちら、はい、こちらも白にこのピンクの縁取りの入る、本当に華麗でしかもいい香りなんです。さあ、この可憐で素敵なバラカットしていきましょうね。香りも最高なんですよ、このセラフィム。くー、良い香りです。はい、そして最後にこのゴールデンシャワーですね。いかがでしょうか。とっても綺麗な黄色いバラですよ。はい、あー、黄色が入ると一気に映えますね。黄色が入ると一気に華やぎますね。はい、そしていつものようにカス味噌をちょっと混ぜていってあげましょうね。いいよっかな、プチッと、こんな感じで。僕の庭は今年は無農薬栽培挑戦中ですので、こうして綺麗なバラがこの花びらを残して咲いてくれるっていうのは本当にありがたいことなんです。
もうだいたいコガネムシにつぼみや花を食べられてしまったり、はい、香りのバラなんでなんだかとっても美味しいみたいです。それなのでこう綺麗に咲いてるなとこう見に行っても、食べられた後で半分しかなかったり、あー綺麗なつぼみ上がってきたなと思っても半分しかなかったり、はたまたおー綺麗なベーサルシュートが上がってきたぞって思っても、チュレンジバチやカミキリムシにやられてしまっていたり、もうなんだかいろいろあります。それプラス病気ですね、今年の長雨の影響で黒星病がすごい状態になってますけども、そんな病害虫にめげずにこうして頑張って咲いてくれているバラたち、本当に愛おしいです。そしてこの香り、その苦労を超えて味わえるからこそこの香りがさらに引き立つんでしょうね、きっと。はい、まあ親の欲目じゃないですけど、本当に最高にいい香りです。毎日の苦労が報われます。いかがでしょうか。綺麗に咲いてくれました。さあ、いつものルーティーン、バラ庭パトロール、病害虫退治やっていきますよ。この辺はどうかな。この辺は、はい、ちょっと病気の葉っぱを取ったり、トコさんこっちこっち、どうしたのクーちゃん、ここここ、うわー、いるねークーちゃん、うわうわ。さあ、チュレンジバチの、はい、チュレンジバチのこの幼虫の、はい、皆さんちょっと苦手な方は目を閉じててくださいね。チュレンジバチの幼虫いっぱいです。はい、いかがでしょうか。気持ち悪いですね。はい、こちらだいぶやられちゃいましたね、チュレンジバチに。はい、ここの部分ですね、こっから幼虫が生まれちゃったんですね。こういうところから幼虫が生まれて葉っぱを徐々に徐々に食べ尽くしてしまうんですね。わあ、トコさんここまでいるよ。うわ、いたね、だいぶ大きくなっちゃってたね、これ。うわ、これはもうひどいね。よいしょと、本日の動画いかがだったでしょうか。香りのバラ、まだまだぽつりぽつりと咲いてくれてますよね。もう夏のバラはあんまりたくさん咲かせちゃうと株が弱っちゃいますので、はい、まあこうつぼみをちょっとつまみながら咲かせる子は咲かせてますよ。はい、まあ僕の庭はまあ、害虫がつぼみを食べちゃったりしてるんで、害虫が敵来してるようなもんですけども、はい、それでもこうして綺麗に咲いてくれておりますよ。はい、まだまだつぼみが残ってますので、今後も皆さんにこうして香りのバラお届けできると思います。もう僕の動画はまだまだ皆さんの画面に出るには、すごく皆さんがバラの検索をしないと多分たどり着いてこれないぐらいの動画だと思いますけども、
こういう香りのバラをメインに面白い実験やいろんなことをやっておりますので、もしよければまたチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それでは本日も最後までありがとうございました。ありがとね、またね。にゃんとにゃんと、とってもいい香りだな、もしかして。